はい、今回の動画では Excel で複数の列や行の幅を一度に揃える方法を解説をしてみます。で、まあ、Excel でですね、表を作っていてですね、まあ、今回のこの表みたいに、今回この列の幅ですね、列の幅が足りなくてですね、こう文字とか値がこう表示しきれないということはあると思います。で、こういった時にですね、まあ一個一個このね、マウスのこうドラッグ操作で一つ一つこう調節をね、していってもいいんですけども、まあ、今回みたいにですね、この表示しきれないところがもう複数ある場合というのはですね、まあ一個一個やってるとちょっと面倒なので、まあ一度にですね、このね、列の幅を、このね、文字の最適な長さに合わせることができますんでね、早速そのやり方をやってみたいというふうに思います。じゃあそれでは今回ですね、この表がこの B 列から J 列、ここに入ってますので、この上のですね、アルファベットのところ、ここにマウスを持ってって、ね、マウスの左を押しながらぐーっとこう引っ張ります。まあ、ドラッグという操作ですね。J のところまで引っ張って、こういった形で列をね、この B から J まで選択をします。まずはこの状態にしてもらって、で、次はですね、このどこでもいいです。B 列と C 列の間でもいいですし、C 列と D 列の間でもいいんですけど、ここにですね、間にマウスを持っていくと、マウスのポイントがこの形から、この形に変わりますんでね、ここでダブルクリックします。マウスの左のボタンをダブルクリックですね。はい。そしたらこの見てもらっているようにですね、この文字列、とか値のですね、最長の幅に合わせて、この列の幅が自動的にこう広がるということですね。はい。まあ、こういった形でですね、この表を作っててですね、この列幅が足りないとか、まあ、行の高さをね、一定に揃えたいといった場合ですね、まあ、行の高さの場合は今度は逆にこの数値のところですね、ここを選択して、この間をダブルクリックすれば同じようなことになりますので、まあ、こういった形でやってもらうと、まあ、一気にですね、この幅とかですね、この高さっていうのを揃えることができますので、まあ、非常に便利だと思いますのでね、まあ、ぜひこのやり方も覚えてもらえるといいかなというふうに思います。それではね、今回の動画は以上になります。今回も動画の方最後まで見ていただきましてありがとうございました。